今日はね、まだ作りかけなんですけど、こういうバレッタを、これまだ作りかけね。バレッタを作っていこうと思うんだけど、ついでに、研磨を試したくて、私の大嫌いな研磨をね、今まではもうずっと、このネイル工房さんのネイルファイルで削ってたんだけど、なんか研磨しんどいなって思って、ストーリーズで、おすすめのヤスリとか研磨ありますかって聞いたら、すごいたくさん送ってくださって、皆さんが。で、その中から自分がちょっと試したいなって思ったやつを全部買ってみました。で、削り比べをしてみようかと思ってます。今日ね、買ったアイテムが、この4つ買ったんですけど、まあ、エリコネイルって私昔すごい好きやって、めっちゃ付け爪とかよく買ってたんですよね、エリコネイルで。高品質だったイメージが強いんで、ちょっとこれ今使ってるやつとあんまり変わんないし、コンパクトで使いやすそうだなって思って買ってみたのと、みんなね、あのダイヤモンドのやつがいいって言うんで、ダイヤモンドも1本買ってみたのと、あとこれは作家さんおすすめのね、なんか名前がすごい、ブライト900エクストリームっていう、1700円するんだけど、まあ高いやつは削れるでしょうってことで、ちょっと高いやつを1個混ぜて、で、こちらがね、旦那さんかな、旦那さんがガンプラ作ってるって人のおすすめで、紙安っていうやつを買ってみたんですけど、これがね、レビューがほんまにめっちゃすごくて、ガンプラの人は知らない人は、ガンプラ作る人は知らない人がいないってぐらいすごいアイテムらしくて、まあ、この4つを試そうかなって思って、今日ついでに、これを作るついでに、この丸いパーツの研磨作業がめちゃくちゃあるんで、やってこっかなって思ってます。昼ぐらいまでのんびりやろうかなって感じですね。よろしくお願いします。このスズマルビーズっていう、なんか形がね、ちょっと変わってるビーズ、これを、まあ、この隙間たちに合体させていくんだよね、こうやって。それも、そこもやれたらなって思ってます。今日接着剤でつける工程があって、接着剤でつけた後1日置かなきゃいけないんで、1日置いた状態の続きからやりたいんで、とりあえず1個作っといたんですけど、まあ、こっからね、さらに全面にレジンとかコーティング剤を塗って補強していく感じですね。レジン作家よりすごい人とか結構多いからね、ガンプラ界隈って。ドライフラワーはね、購入したやつを乾燥しないようにシリカゲルにぶち込んでる。これビオラ抜けちゃうのですか、どうしたら抜けないか気になってたので、色によって抜け方に差があるんですよね。抜けやすい色と抜けにくい色とあるんですけど、まあ、基本的に色抜けやすいやつで、濃い色の方が抜けないんですよね。どっちかというと、こういう濃い色の方が結構持ってくれるかな。このピント、来ない、こういうのは抜けにくくて、まあ、この淡いやつは結構すぐ抜けるかな。で、押し花にするときに完全に水分が抜けてないやつはもう速攻抜けますね、色が。なんで買った後も水分を含まないように保管するのが結構大事。今私もシリカゲルバーって入れて、その中にお花に入れてるんだけど、これやるとカリカリのままなんで、ずっと比較的持つかなって思うんだけど、ちょっとでも水分がついてる状態でレジに入れると抜けるのめちゃくちゃ早いっていう感じですね。あ、ゆずったさん来てくれてる。今日ゆずったさんのやつめっちゃ登場するよ。このね、ビオラの押し花たちもゆずったさんのだし、このなんだっけ名前、エリカのドライとか、オイルのふぐりのお花とかね、いろいろ登場する予定です。ありがとうございます。これ水洗い OK のファイルで、これも水研ぎいける。で、ちょっと今日ね、水を用意してきた、スプレーをかけてやろうと思う。水場はないんでね、ほんまは水道でジャーってやりながら削ってもいいらしいんだけど、私の部屋に水道がないんでね、水をシュッシュしながらやろうかなって思ってる。そう、今回大事なのが長時間削るっていう条件なんですよね。私いつもこれをだいたい50個ぐらい作ってから一気に削ろうとして、で、手がおかしくなって終わるんですけど、
今はね反省して1日4個だけ削るって決めてやってるんですけどね、やっぱ本当は一気にパーって削りたいよね。まずこれを作っていこうと思うんだけど、使うモールドはこれね、個人の方がハンドメイドしたモールドなんだよね。どこで買ったっけな、クリーマで買ったと思う。クリーマって言い方合ってる？あんま使わないんだけど、クリーマって。クリーマで買ったんだよね。いつも思うけど、私のね YouTube ね、初心者向けじゃないんだよね。どっちかというと結構もう作れるよって方向けのものばかり載せてるんですけど、たまにはね初心者向けのやつも載せた方がいいんかなとか悩みつつね、えどんなんがいいんかなっていつも思ってる。花を気泡対策に浸したり薄塗りするところから始まるんだけど、まあまずこのままモールドにドポンとはいかないよね。基本的に下処理する。そうしないと花から気泡がポコ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 出て気泡パラダイスになっちゃうんで、全部下処理しますね基本的にね。それを今からやっていこうと思います。でね、このノースポールはもうこの真ん中から気泡がアホみたいに出るんで、とりあえず一回この気泡出るゾーンを硬化したいんですよね。その後液につけるんですけど、ノースポールはマジでこのなんだろうな、黄色いところと黄色と花びらの境界、こっからもう泡吹く祭りなんで、これ一回硬化する、これで。その後液につけるって感じ。えい、 UV ライトも消耗品だということは小森さんの言葉で気づきました。そう、 UV ライト私3ヶ月以上持ったことないな。いっぱい買ってるけどね、 LED ってついてっても寿命が長くなってるだけで永遠に使えるわけじゃないからね。でね、最近私が気に入ってるこの、あ、壊れちゃった、もう一回合体させれば、このねエリカのお花なんだけど、ちょっとこれもね独特な加工をするんだけど、中に黒いおしべがあるんだけど、これがレジンに入れた時に結構強く出ちゃうんで、おしべ取っちゃうんですよね私。花びらを切って、で中にハサミを入れておしべを取っちゃう。うん、おしべ取っちゃった中のね。これで使うとこんな感じでピンクだけの可愛いのになるんだよね。おしべ取らないとここに黒い点々たちが出るんだけど、まあそれはそれで可愛いと思うんだけど、名前おしべじゃなかったらどうしようこれ。でこっから浸すんだよねレジンをね。あ、もう昨日浸したやつがある。昨日浸した方を使おうかな今。もうね最近こういうレジンケースみたいの買ったんだけど、この中にガンガン浸してる。ダバ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 浸すと何が起きるかっていうと、気泡が全部抜けるよねって話だよね。でもここにうわー全部浸していくって感じ。豪快。うん、まあ、こんなもんかな。このままちょっと放置します。ということで、そろそろ作っていこうと思うんですが、まあ半分ぐらい流すって感じかな。2回に分けてやるんでね。あ、今日真ん中設定してなかったな。真ん中設定しようかな、どうしようかな。もういっか、気泡を取りたい。気泡と黒背景に置いて、なんか気泡あるねってとこ取ってこう。このエリカめちゃくちゃ気泡出るんで、一回固めたいんだよねこの状態で。出してこんな中に空気が、気泡がいっぱいいるんで、こいつを出してで固めて、もう一回つけてから使うんだよね。ミモだとかもいつもそういうやり方する。とにかく気泡が出やすいやつはつけて固めてつけて使うみたいな感じ。下が垂れてるみたいにしたいか、こういう向きだね。入れて、いつも入れていく。あ、花のおしべか。ピンセットで、あ、取れるんかな。いや、なんかね、やっ
た気がする。おしべ以外のものも取れた気がする。確かこれはね、かすみ草もふもふ石を作ってる。ふんふん、ギュッとして一応出しといて、猫のやつはミニバラ入れよう。ミニバラもうね、結構気泡出やすいんだけど、結構つけたけどちょっと足りないかなと思いつつ、いいや勢いでいっちゃえって感じ。換気する、手袋する、あ、マスクした方がいいよ。マスクこうレジンがふわーって気化して、それ吸ってるだけでもなるからね、レジンアレルギー。外人さんとかなんかガチのガスマスクしてるらしいよ、軍人さんがしてるような。これいいかな、良くないかもしれないけど、ちょっとライブだからね、もう永遠に待ってたら4時間経っちゃうからね。でこれモールドいっぱいにしていきます。この後また放置するからね。このね、ピンクのエリカから気泡出てるんで、これブシッて抜きます。ブシッと穴を開けて気泡を出す。 Is this UV glue?あ、Yes, Yes, UV glue! UV, UV! Thank you! いつも見てる人なら気づくと思うんだけど、私結構口は悪いんだよね。いつも見てる人は気づいてるよね、きっとね。でも大丈夫だね。夕方になると日暮らしが大合唱してます。すごい、日暮らしの声ってなんかセミと違うやんね。もうちょっと上品な感じやんな。どうかな、出してみよう。コメント追いついて、やったーね。いつもコメントありがとうございます。よし、モールドから出て、なんかこんな感じでできましたね。こんな感じになりました。ということで、こっから、あ、待って待って、これだけ抜きたいな、泡が出たから。いけるかな、この、あ、いけたいけた。ここだけ、泡だけ消しとくね。はじめまして、かおまりさんのキットで制作したものを販売することってできますか？かおまりさんって初めてなのに言ってくれて嬉しい。あ、販売全然、全然 OK ですよ。ガンガン販売してください。私なんなら YouTube とかに作り方載せてるやつ全部販売大歓迎なんでね。キットのみならず、なんでも歓迎です。まあこれに至ったのは実は理由があって、私もともと結構パクられてたんですよね。そもそも自分が YouTube をやる前とかから自分の作品と同じものばっか作ってる人とかもいたし、まあちょこちょこ完全に真似されてるなっていうのもあったんだけど、パクリ OK にしちゃったらそういうの見た時に嫌な気持ちになんないなと思って、そんで OK にしたのもあるんですけど、ということで削っていこう。どれからやろう。ちなみに普段使ってるのはこの120円のネイル工房さんのネイルファイルだったんだけど、エリコネイルから行こうかな、一番安かったから。あ、保管用のやつもついてて嬉しいね。何がいいってさ、このちっちゃさがいいんだよね。疲れなさそうじゃない？結構ね、でっかいやつ疲れちゃうからね、手が。ということで、まず1個削ってみよう。これはなんかすごいレビューも良かったの、すごい削れるって。パワフルで、あと水洗いも OK って言ってた。あー、すごいすごいすごい、削れやすい削れやすい。今持ってるやつよりかなり削れる。そしてちっちゃいから手が全然疲れない。すごいすごい、もうなんかできたかも。めっちゃ削れるかも。ちっちゃいくせに結構パワフルなんで、で300円なんで、いつも100円の使ってて、ちょっといいやつにしようって思ってる人におすすめかも、これはね。教えてくれたフォロワーさんありがとうございました。1個できた。ダイヤモンド行こうか。ダイヤモンド、ダイヤモンドヤスリはすごい勧めてくれた人多くて、100均にもあるらしいんだけど、実は私100均にあるダイヤモンドヤスリ買ったことあるんだけど、もっとちっちゃいんだよね、100均のやつって。これはね、400円だった。400円のダイヤモンドヤスリってやつ。これでや
ってみようか、これね。あ、で、これ多分水つけてやっていいんだよね。水をつけても OK だった気がするから、どこに水をつければいいんだ？で、水をふりかけの、すごい削れてる。今何も画面見ながら擦ってたけど、すごい減ってる気がする、知らん間に。名前がダイヤモンドって言われると、なんかもう、ダイヤモンドって言われるだけで良さそうな気がしてくるよね、アホだから。あと耐久力だよね、これ多分。ずっと削れるよね、これ多分。ダイヤモンドってことは。ということで、高木のダイヤモンドヤスリ418円も、今のやつより全然良かったな。と持ちやすい。という感想でした。次ね、でっかいの行きますよ、でっかいの。かっこいいね、なんかブライトエクストリーム。ブライト900エクストリーム。もう名前がかっこいい。ねえ。切れ味がすごいらしい。これは作家さんのおすすめで。私も気になって買ってみました。ちょっと粉がついちゃった、手についてた粉が。これも水 OK だよね。多分水かけながらやってもいけるやつだよね。重量感があって、これ1760円でこの中でぶっちぎりで高いからね。高いヤスリを使うとどうなるのか、削ってみたいと思います。あ、すごい、めっちゃ削れてる多分。めっちゃ軽い力でめっちゃ削れてる。うわ、すごいかもしれない。え、めっちゃ削れてるかもしれない。削れるの早っ。見えてるかな、これ手映ってるかな。え、めっちゃ早い早い。え、マジで 2,3 回擦っただけで取れてるんやけど、バリが。すごいな。やっぱ高いやつはパワー強いってか、削りやすいんかな。かなり粗めやけど、粗めの割にめっちゃ綺麗に削れてる。で、これを進めてくれた作家さんは、半年以上使ってるけど、なんだろう。変化なしってか、劣化してないって言ってたから、やっぱ高いものはそれなりの価格相応なんだね。紙やすは3個セットで、粗いやつと細かいやつと、なんかめっちゃ細かいやつがあるんだけど、どれ使ったらいいんだろうな。そう、今回大事なのって手が疲れないが大事で、多分このタイプ手疲れにくいんだろうなってちょっと思うんだよね。これも削れてないやつからいこうかな。紙やすいきます。お、あ、すごい、やりやすい。手が疲れんかもしれん、これ。自分の指でこうやる感じでできる。すごい、名前に紙ついてるからね。これあれか、消耗品系かな、こうなるってことは。そりゃそうか、神屋で。めっちゃ手疲れんわ、これ。これを、一気に50個削りたいってなった時に、どれを選ぶかっていう話なんだよね、今決めたいのは。わー、楽ちんだな、これ。さあ、どんだけ早く出るかってなった時に、でもさっきのダイヤモンドのやつも、ダイヤモンドじゃない、ブライトなんとかの方がこういう深い段差には強いと思うんだけど、わー、難しいね、チョイスが。結局ね、自分の中で思ってるのは、ダイヤモンドとダイヤモンドヤスリとブライトなんとかだったら、やっぱ1000円高いんで、こっちの方が、どっちか選べてんだったらこっちになるんだけど、これ持ちやすいし、コンパクトだし、安いからね、400円だから。いっぱい削りたいってなった時、多分これで1回目を削ってガリガリ、1回目をこれでガリガリして、2回目噛みやすになるかな、多分私やったら。そしてエリコネイルのやつは、なんかちょびっと削りたいなって思った時に、なんか可愛いからこの辺にポンって置いといて、すぐシャッと使う時に、削りたい時に使うかもしれないな。
でももっとあるんだろうね、いっぱい。今回電動もすごい勧めてもらえたんだけどさ、私電動持ってるんだけども、手がねずっとしびれる病気になってて半年ぐらいね、電動の何かを使うと手のしびれが一気にひどくなっちゃうんだよね。なぜかこうやって手で自分でやってると出ないんだけど、振動に弱いらしい私の手のひらは。結局この4つの中で一番削りやすいのはやっぱあの1000円以上高いんで当たり前なんだけど、ブライト900エクストリームの方がこの中で一番削りやすかった。紙安500円だよね。で手が疲れんなって思ったのがやっぱ紙安かな。紙安なんで、これで大雑把に削った後に紙安で仕上げるって感じになるかもしんない。ということで研磨タイムここまでで終わりで、ちょっと粉だらけになったのでこの辺りをなんか一掃しつつ、フリーハンドで作ってる人からのバリ取りのおすすめって言われたけど、これ勧めたいな今だったら。自分の指でこするみたいにできるから形崩れたくない人にはおすすめだったな。今思うとちょっと1週間2週間遅かったね私がやるのは。付け爪とか自分が高校時代の時流行ったんだけど、で私も付け爪買ったりしてたんだけど、エリコネイルのやつよく買ってた。ロフトがあって近所にエリコネイルコーナーがあったんだよね、ロフトに。そこでよく買ってたから久しぶりに聞いて、わあ懐かしいなってちょっと思った。4つのデザインを並べたいんだけど、どんな組み合わせが可愛いかなって考えるのが楽しいんだよね。でもなんか11個あるかな、この中から可愛い組み合わせを考えていくんだよね自分で。これが楽しいんだ。これねつけていこうと思います。結局これにした並びはで一回置くんだけど、これ完全に固まるまで20分かかるんだよね。バレッタってさ、こうやって曲線に沿ってるからね、いつもつけるときは一番こっちの端っこを一個置いて、それが固定された後にこの角度で3個つけるっていうやり方をするんだよね。なんでまず1個目だけつけてしばらく放置って感じになるんだけど、と段差をつけとかないとずれてくんだよね、どんどん。この状態で5分かな。うちもう旦那おるとさ、家中が散らかって、ほんとただのでかい長男って感じだから、家中散らかるから、そんな長い間おられたら困るな。あれこれってさ、表と裏で削れ方違う、もしかして。今気づいた。こっちの方が今回もしかして、あれ今気づいたんやけど、表と裏違う、もしかして。書いてある、粗い細かいって。何も気づかず使ってた。粗いと細かいがあった。やっぱ高いものは違うんだね。わあちょっと待って、どうやって花を言ってたか忘れちゃった。もうね、なんかこの1個がくっつくと、こっちの3個はそんなにカーブが急じゃないんでね、一気に貼っちゃえるって感じかな。あ、固まってる、ダメだこりゃ。面倒いから一気にいっちゃおうかな。3個置くんで、3個分のやつを置いて、でね、これやっぱねレジンじゃなくて接着剤使う方がいいよね、強度いるやつだから。接着剤入れつけた後にレジンの方がいいんじゃないかなって思ってる。昔レジンだけで作ってたんだけどね。わっ、ギュッと置いていく。止めてるかな。まあこっからさ1日置くんだよね。ちょっとしばらくね動きやすいから注意しつつ見張っとこう。左腕についてる白いテープ。これシップ貼ってる、シップ。腕が痛いから。しかもシップを、私肌が弱いもんで、シップを1枚バーンって貼るとここがヒリヒリになっちゃうから、なんかちっちゃく貼ってる。バレた。ペットボトルの下に2センチぐらいだけジュース残したやつが部屋に大量に置いてあって、ほんまに切れそうなんやけど、あれなんなんやろ、病気なんかな。
今ちょびっとだけ固まってる状態の時が一番取りやすいんでね、この時にビヨーンって取っとこう。これこのはみ出しちゃったやつね。そこでなぜ諦める、なんでだろうね。でも洗濯機の前まで行けるってことは成長してるよね。うち洗濯機の前まで行かないもん、全部脱いだままその辺にポンって落ちてる。で今レジに塗ったとこにこれつけるんだけど、めっちゃ落ちやすいんで、まあ、手袋ついてるんでこのまま手で押さえながら硬化して、多分指も固まっていく。一緒にすずまるビーズかわいいよね。私も去年か一昨年ぐらいからめちゃくちゃハマってる。楽天で買ったと思う。楽天でね、やたらすずまるビーズが安い店舗さんが一箇所あって、そこで一気に1000個買ったんだよ。だからめちゃくちゃある。だいぶ前に買ったからちょっと忘れちゃったんだけど、楽天のショップだったのは覚えてる。頑張って使わなきゃね。1000個あったけども、でも200個ぐらいもう使ってるからだいぶ減ってきたと思うけど。あー、これちっちゃいからすごい入れるの大変。わー、ちょっと指で押さえながらいこう。でこんな感じでちょっと大きさをね変えて、バランスを変えてるのもポイントっていうか謎のこだわりだったりするんだけど、次ねパールをつけるんだけど、これ本当は穴なしのパールがあったらいいんだけどね。今持ってんの違う、1個違う大きさにするんだった。穴なしがないんでしょうがなく穴ありをごまかし、穴が見えないようにごまかして配置するって感じで、指はレジンでべちゃべちゃになってますこれね。よし、ここだってことで、こっからねついたんだけど、裏の補強をしていきたいと思う。裏の補強、裏にレジンめちゃくちゃたっぷり塗って取れないようにしていく。ここも塗る、ここ金属の上まで塗っていく。海のレジンキット欲しいけど小さい子供がいてすぐにできそうにない。レジン開封してから使えなくなる期間みたいのありますか？あのね、レジンは開封してから、この蓋をさえ閉めてれば3年経ってても私は使ってるんだけど、どうなんだろう、大丈夫だと思う。蓋さえしっかりしてれば大丈夫って思ってる自分的には。専門家の人に教えてほしい。専門家って誰やねんの。きっとさ、私無制限で販売すると思ってたんだけど、昨日話してたらさ、どうやら8月にバーって出して、そっから売り切れたらもう作らないみたいなこと聞いちゃって、無制限じゃないじゃんって思った。ちょっとねまだよくわかんない。ただ十分な量は用意してるからすぐなくなるってことはないと思うんだけど、一個ずつやって固めようかなって思ってるんだけどね。この時にもうバレッタの金具ごと塗っちゃう。そうするとだいぶ強度増すからね。裏面を塗りつつ、バロッタで硬化する。無期限って聞いてたのにな。なんかまあそういうもんなんかな。作る生産の都合とかあるだろうね。この着色剤も もう一から作ったらしくて、なんかだいぶコスパかかっちゃったみたいだからね。それを1ロット印刷するってなって、もう一回ロット印刷する、印刷じゃないや、ロット製造するってなると、またいっぱい作んなきゃダメとか、そういうなんかいろいろな理由があるっぽいんだよね。私にはわからない。コーティングしてこうと。固まったんでね、こっからコーティングしてもうるにしてこうと思う。ああ、コーティング剤なくなりそうかも。コーティング剤ってこういうやつに入ってるのが多いと思うんだけど、下の方に粒々が溜まってて、どんどん筆汚くなっちゃうのが嫌なんで、いつもケースに出して塗ってますって言いたいけど、なくなっちゃった。これ終わっちゃった。コーティング剤もうね、こっからねひたすら塗り塗りするだけ。なんとね、垂れてくんのは怖いから一個ずつ塗るかな。一個ずつコーティング剤の力でプルプルになっていきます。でこれを一個ずつやるんだよね。ちょっと下の方のタレに注意だよね。
ようかな。え、あれじゃない、あの なんだっけ家具のさ隅っこに指をスーってしてさ、ほこりがついてるとか、なんかあの鬼シュートみたいな、ああいう旦那ってこと。横もちゃんと、あ、ちょっとここが慣れてないから一応やっとこう。コーティング剤を入れる。ホームはね、私このコーティング剤の作業さ、パジコでやりたいんだよね、パジコのコーティング剤。早く買わなきゃ。気になってるから。コーティング剤のパワーで作るような作品だから、これ。これ今日のプレゼントに入れようかな。プレゼント企画の。よし、あと固めたらね、終わりなんですよね。キーワード出そう、キーワードこれ今日。こんまり。こんまりです。ねえ、ということで、こんな感じでね、完成しました。ね、裏もがっつり、もう、この金属面までレジンでやってるんで、相当強いと思う。接着剤でつけてるんでね。で、ポイントとしては、ここが一番押さえるとこなんで、使うときに。ちょっと見えにくいね。ここを一番、強度上げとかなきゃダメなんだよね。こっち側が接着されるように貼ってるんだよね。一番端っこの方。YouTube もうすぐ2万人。そう、あ、それも言っとこう。YouTube ね、私、2万人になったら、YouTube の投稿、なんか昨日初めて使って気づいたんだけど、インスタの投稿みたいのができるんだよね、YouTube で。コミュニティっていうメニューでね。そこで販売告知をやろうと思う。YouTube 見てる人しか気づけない場所に出した。ちょっとそれに向けてめちゃくちゃ作りまくろうかなと思ってる。だから普段インスタだと、9時に出しますとかやると、ヘアクリップとか1分で売り切れちゃうんだけど、YouTube の方だったら、比較的競争率が低いんじゃないかなって思ってるんだけど、どうだろう。最後はこれをやって終わりたいと思います。質問タイム、イエーイ、毎回恒例の質問タイムです。まあ前回だいぶ答えたんで残ってるやつに答えてこうと思うんだけど、ドライのノースポールを半分に切ったとき、片方がバランバランに両方使いたいので、うまい切り方を教えてください。おすすめは、この黄色いとこね、この黄色いとこから崩れちゃうんで、この黄色いとこだけにコーティング剤をぬりぬりして、で、固めて、で、取り出した後に、切るとバラバラにならない。アクセサリー製作の他に好きなこと、得意なことが知りたいです。あのね、私断捨離が大好きで、家にあるいらないものをとにかく捨てまくるのが本当に好きで、服とかさ、なんだろう、おもちゃとかね、半年ぐらい使ってないなってものをロックオンして全部ゴミ箱にバカ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 って入れてって、で、ゴミ捨て場にバンって捨てた時にめっちゃ気持ちくなっちゃうんだけど、断捨離が好きすぎて、なんか家族がすごい恐れてる、私が次々捨てるせいで。美術館への出展おめでとうございます。そう、前回のインスタライブでもちょっとお話ししたんだけど、今日も話しとこうか。ちょっとね、じゃんじゃんじゃん、上野の森美術館に私の作品が出展されます。来年の2月なんでだいぶ先だよね。こういうね、全国選抜作家展っていうね、ちょっとアート作品とかが集まるやつで、レジンを出してる人があまりいなさそうだなってことで自分も出ることにしたんですけど、そんなんがあるんでね、来年の2月になるけど、また近くなったら告知しますね。ちょっとこの18の日曜日に自分も東京行こうかなって今悩んでるとこ。着色剤何を使ってますか？私の着色剤ほとんど作家のためのレジンだね。ほとんど作家のためのレジン。これは自分が監修したやつで、コマリメイド監修なんだけど、普通のやつも作家のためのレジンが多いし、あとね、清原の色ドロップもめちゃくちゃある。80本ぐらいある。なんかまた増えたんだよね、いっぱいもらって。今80本ぐらいある、この色ドロップ。作家さんと素人の違いってどこだと思いますか？え、どこなの？販売してたら作家さんかな？わかった。多分 SNS がデリン作品しか
投稿してない人は作家さんって私は思ってるかも。なんだろう、日常の投稿ばっかりの中にたまにデザイン作品がある人は趣味のイメージがあって、でちゃんと作家名のインスタグラムとかで作品ばっか投稿してる人は作家さんっていう感じで見てるかな、私は無意識のうちにって今思った。そんなに可愛いのですかってめっちゃ嬉しい声のせいでごまかされてるんだよね私。声が割と幼いんかなこれね、でごまかされてるんだけど、ほんまは口悪いからね、気づいてる人は気づいてるよねきっとね。ありがとうございます。レジン初心者ですがいつか販売もしたいです。作った作品は何ヶ月経ったものまで売ってますか？私はね、保管状況によるんだけど、3ヶ月ぐらい経ってるものだったら普通に売るな。ずっと暗闇にね保管してたやつで、あと見た目がね変わってなければ売るって感じだから、例えばこういう花の作品だったらさ、どうしても劣化していくからさ、ドライフラワーでこれできればすぐ売りたいんだよね。で今年の夏のうちに使いまくってもらうと、なんか冬頃にもアンティーク調の色になってると思うんだけど、鮮度がある作品はなるべく早く出すけど、それ以外の例えば海塗りのアルファベットとか宇宙塗りやったらだいぶ長く持つで、下手したら半年後とかにも売れるよね、暗闇にしまっとけばね。仕上げはレジンでのコーティングよりコーティング剤のコーティングの方がいいのでしょうか？例えばね、イニシャルだったら私は、側面だけコーティング剤で塗って、で他はレジン、表とか裏はコーティング剤でやるとめちゃくちゃ効率悪くなっちゃうんで、表とか裏はレジンでぷっくり仕上げにしてますね。レジンをはじめハンドメイド作家になるにはレッスンを受け、基礎を作らないと作家にはなれない？全然いらない、そんな。私だって受けたことないよそんなレッスンとか、全部独学だもん。ただこれは独学ができる人はいらないと思うんだけど、例えば私は自分が作りたいと思ったら Google で検索して、検索ってすると上の方になんか、広告がつけられてる検索結果ばっか出てきちゃうんだよね。アフィリエイトみたいなサイトばっか出てくるんで、まあそこをまず全部飛ばして、下の方に行くとちゃんとした記事が出てくるんだよね。ちゃんと作り方を書いてる記事とかが、そういうのを見つけて自分で勉強して作れるようになっていけるんで、レッスンも受けたことないし資格も全く興味ないんだけど、例えばその自分で調べる方法が全くわからないっていう人はもうレッスン受けた方が手っ取り早いよねきっとね。 YouTube で検索して自分が作りたいものを探して材料を揃えてとか、そこまでを自分でできない人はレッスンとか資格取った方がいいんかなって最近思ってる。材などを収納しているアクリルの引き出しはどこで購入されましたか？今映ってるやつだ。これね、シーンですね、全部。シーン。そして、これもね、YouTube で全部紹介してます。商品番号まで全部書いてるんでね、よかったらご覧ください。はじめまして、初心者ですが、何から始めたら良いですか？スタートは何からやったらいいですか？ねえ、そう、この質問も以前から多かったんだけど、ついにね、私の初心者キットが出たんでね、やっとそれを勧めれるようになったよね。海塗りキットっていう、海のレジンキットっていうのを出したんですけど、それに最低限を詰め込んだので、あと説明書もつけたんで、ガチの初心者が使うのを想定してね、よかったらチェックしてみてください。何を参考重要に作品を作っていますか？季節とか売れ筋とか。わー、これ何にも考えてないんだよね私。その時に作りたいやつを作るって感じなのでね。けど、あ、季節はちょっと意識してる。海塗りとか夏しか出さないもんね。春はちょっと春っぽくしたり、秋と冬はちょっとくすみカラーにしたりとかを考えているな。カラスに目を合わさないようにするときどんな感じで知ってますかこれ。2回前のカラス会の時の話題だね。カラスの毛作った時だ。ちょっと離れた場所からゴミ捨て場に向かっていくとき、電線にカラスいるなって気づいた瞬間からそっちに向けないようにしながら、なんかカラスの声とか気配を頭の上で感じつつ、絶対見ないように していくって感じ。両手を万歳したら逃げました。すごい。両手万歳したらカラス逃げるんだって。アルファベットモールドはつながってたものを切り取って使われてますか？これもいつも聞いてもらえる方法なんだけど、まあこんな感じで切って使ってるんだけど、ちょっと一個だけ注意があって、おとつい動画出したこのモールド、
バンスクリップモール、これ切っちゃダメなんだよね。これは、すごい反りやすいんで、薄っぺらくて。切って使うと、速攻モールドがこうやって反ってくと思うんで、絶対切り離さずに使った方がいい、これは。切り離さないと、隣のモールドの重みで反りにくくなるから、結構長持ちすると思う。これは切っちゃダメだよね。こういうやつはね、大丈夫。あんまり影響ないから切っても。ずっと座って作業してると足むくみません？どうしてます？わー、私いろんな姿勢してるよ。結構あぐらをかくときが多いかも、椅子の上で。あぐらとか体操座りとか。今パソコンチェアに座ってるんだけど、ゲーミングチェアに、結構でっかい座ってるんだけど、ずっと同じ姿勢だと足しびれたりしてくるから、体勢を変えてくんだよね。あぐらになったり正座になったり体操座りになったり。あんま見せられないね、これはね。作家っぽくないと思う。椅子であぐら一緒。あ、ちょっと待って、あぐらの人めっちゃいる。あぐらの人いっぱいいる。韓国で作家様の着色剤を変える方法ないですか？これはね、昔から多いんだよね。DM で海外の人から変えませんかってすごい聞かれるんだけど、代理購入だっけ、合ってるかな。あれね、中国の方が私の着色剤ゲットしたってストーリーズ載せてくれたんだけど、その人は代理購入の人に頼んだって言ってた。多分日本で購入、代わりに購入してくれるっていう人は韓国で探したらいるのかな。日本のものを購入しますってやってる人がいるっぽいんだよね。手数料何パーとかで、その人に頼んで買ってたっぽいな、その中国の方はね。リリンクラフト始められたきっかけはね、私子供のために始めたんだけど、最初プリキュアグッズ作ったんだよね、一番初めにね。これもね、実はコマリーネ人のとある主婦が人気作家になるまでっていう動画で、一番初めに作った作品の写真とか載せてるからね、よかったら見てみてください。コマリさんの旦那様、お酒飲まれますか？その場合毎日飲まれますか？実は、あ、帰ってきた。私も旦那も酒飲めないんですよね、二人して。これはちょっと幸いやったなって思ってる。なんかお酒好きな友達夫婦がめちゃくちゃ お酒代かかるって言ってたから。あ、これも今日質問に来た。お花をレディに入れた時透けない方法は、来週かな、来週リールで投稿する予定なので、よかったらご覧ください。マリさんの制作頻度でどれくらいライター持ちますか？私3ヶ月以上持ったことない。やっぱ作る量が半端なくて、1日6、7時間連続でつけてる時とかもあるからな。あ、さっきと似てる質問だけど、ユーキャンとかの通信教育のレジン講座ってどうなんでしょうとか、レジン検定の講座で認定みたいなのってやりましたかってあるんですけど、一切必要ないって私は思ってて、自分が一切受けてないし、別に受けたいとも思わないんで。今 YouTube とかにも本当にみんな一からできる作り方を載せてるんで、必要ないって私は思ってるんですけど、必要なパターンっていうのが、そういう YouTube で検索するのも得意じゃなくて、なんか自分で調べ物できないなって、なんかわかんないことがあった時に調べるのが苦手だなって人は、もうこっちを検定とか講座受けた方が手っ取り早いだろうなって思うし、肩書きにレジン認定教師みたいななんか書いてある人ってちゃんとしっかりしてるんだなって印象がやっぱあるんで、そういうとこに肩書きとして使いたいならいいと思うんだけど、こうやって、いくらかかるんだろうね。例えばさ、7万かかるんだったらさ、本当に7万の元を取れる活動できるのかっていうのを考えた方がいいと思うよね。やっぱ海塗りの白色製作にあたり、レジンと白の配合を知りたいです。これもなんかうまく伝える方法があったらいいのにな。私の動画だとね、分かりにくい。私の動画っていうかね、 YouTube の動画とか写真だとね、この配合が分かりにくいんだよね。どうやって伝えたらいいんだろう。いつかなんか伝える方法を考えておくね。魚ためのレジン、ぷっくりの他にも、高粘度で森に適してるレジン液がね、まさかのないんだよね。私、高粘度で出した時にさ、他のレジン会社とかのぷっくり、
高粘度系レジンを6種類比較したんだけど、これが最高だった。ほんまに他のねぷっくりは多かったのが硬化中に柔らかくなってブワーって溶けるやつとか、収縮がすごいやつとかがあったんだよね。今んとこ私が知ってる中で高粘度に関しては作家が1位かなって思ってるんだけど、もしかして他にあるんかもしんない。自分がやってないだけでね、高粘度自体が少ないからね。キワンダモールドは使い続けても平気。あ、これね、黄色になったら平気なんだけど、マットっぽくなってきたらやばいよね。仕上がりがマットっぽくなってきたら、そうなったらちょっとそろそろ危険だなって思ってる。ハンドメイドをしたいなと考えていますが、小森さんを買いなくてはすぐに出しましたか。ちょっと待って、めっちゃうるさい。開業届けね、メルケのメルカリで販売を始めて2ヶ月目くらいに売り上げが7万になったんだよね、月のね。その時に7万あったら税金払わなやばいよなと思って調べて、そして開業届けの存在を知り出したんで、2ヶ月目に出したね。後悔にしました。あ、わかったわかった。最近来るさ、タグ付けのやつじゃない。あなたはiPhone に当選しましたとか言ってタグ付け来るやつだよね。一時期より落ち着いたよね、最近。この多分この質問募集した時に全盛期だったんだよね。毎晩朝インスタ開くと5人ぐらいからあなたは当選しましたとか言ってタグ付けされてる投稿が来てたんだよね。あれ全員ブロックしてたな、私。全員をブロックしてたけど、それでも毎日毎日来てたけど、そういえば最近来ないよね。対策されたんかな。ねえ、最後は小さい花を封入した時、茎の部分が盛り上がってしまいます。そう、これやったら多分この作り方見てほしいかな。YouTube に上がってるね。YouTube に上がってるこの霞草をすごい薄いモールドに入れるんだけど、出てきた茎を全部ハサミで切ってるんだよね、ちょきちょき。とレジン固めた後にね、こうやってちょきちょきって切ってるのがね、YouTube のヘアクリップの作り方でやってるんで、よかったらご覧ください。ということで質問全部ね、読むことができました。この質問コーナーなんですけど、今回で終わろうかなって思ってて、というのもちょっとそろそろインスタグラムから YouTube ライブに移行する準備を始めようと思ってて、まあなんかちょっと準備をいろいろして、またおまりライブもねパワーアップしていけたらなって思ってて、いろいろ変えようと思ってます今ね。質問コーナーはやっぱさ、私が返すまで2ヶ月ぐらいかかっちゃってるのが良くないよねっていつも思ってたし、返答が来るまでね、ちょっと別の形でやっていきたいし、またいろいろ考えてます。よかったらね、タイミングがあったら遊びに来てくださいね。じゃあ本日もここまで終わりたいと思います。ありがとうございました。